花賞は日本の女性お笑いコンビ。所属事務所は渡辺エンターテインメント。渡辺コメディスクール17期生出身。同スクール在学中の2012年12月1日に結成。最初ピンでやっていた根渕の一生懸命な態度に女性コンビを組みたくて相方を探していた山田が惚れ込み、結成を持ちかけた。ネタは乙女コンと言われ女子学生に紛失 女子学生の恋話や友達などに対する嫉妬、勘違いした気持ち、女子の気持ちを表現したネタのコントが多い。ネタ作成担当はキネブチで、それを山田に見せた上で完成するということで、実体験を還元しながら、ネタを作っているという。これについて、山田はネタの編集長的なポジションと話している。キネブチがもともと吉本新喜劇などの鉄板ネタが、 好きであることから、体を張った動きの多いネタも多い。ネタはすべてノートに手書きで、これは、ネタや発想は、書く方が出てくるからという。また、大量にネタを書いていることから、キネブチの手には、ペンダコができているとのこと。そして、過去の書いたことが良かったりすることがあるので、過去を振り返られるように常にノートを3冊は、持ち歩いている。2017年の女芸人ナンバー1。 決定戦ザ・ W にて決勝進出。結果はファーストステージ敗退。この決勝大会制放送の副音声で松本人志と高隅剛から動きにキレがある番組で使いやすいと高評価を受けた。2019年にも2回目の決勝進出を果たし準優勝。2018年お笑いハーベスト対象本戦会出場。二人ともニッチェが今年として 憧れの存在。2017年、女芸人ナンバーワン決定戦ザ・ W では、ファーストステージでそのニッチと対戦した。ニョキニョキ、パッというオリジナルのポーズがある。2020年2月17日に、決勝戦が行われた、渡辺お笑いナンバーワン決定戦2020で優勝。全出場115組の頂点に立ち、花章にとってこれが、初タイトルとなる。 キネフチ花に関するカテゴリー、山田翔子に関するカテゴリー、ありがとうございます。